例えばじゃあ俺がやったら女の子の名前、はいはい、のスタンプを買ってやってる。せーの、スリーツワンシャイクボー、ヒカルです。はい、はい、ということで今日はですね、なんて言ったらいいんやろ。おい、考えとけや。相手が自分のことを好きかどうか見分けるところを教えていきたいなと思います。これが正しいな、この人どうなんやろみたいな感じの時に、うん、まあ分かりやすいかなっていうことをね、ちょっと教えていこうかなと思います。僕たちが経験したことも踏まえて、そう、オタくんが付き合う前にどういうサインをヒカルに出してきてたかっていうところからね、ちょっと話していこうかなと思います。恥ずかしいね思ってな。いやマジではい、ということでせーの、やってみよう。はい、ということでじゃあ早速ね、はい、まあ、料理の方作っていきたいなと。なんで？オタくんがヒカルと付き合う前になんかどういうサインを出してきてたか、ヒカルに。結構あるんよ、オタくんの場合分かりやすく出してた。まあまあそれも技の一つというかまあまず、まあまあ、うん、その会った時やな、二人で遊んだ時、ね、一番最初に、うん、そう、まず一つ目、自分が得意なことをアピールする。思い当たる節ありますよね。悪いな、これはこれちょっと待って、悪いぞこの回は。いやでもでも、うん、これは正しい正しい、合ってるやん、やり方。なんかめっちゃ恥ずいねんけど俺が。いやでも、うん、わざとしてはやっぱりみんなに教えるべきやと思うね。大丈夫これ。まあヒカルは歌うのが得意やったから、うん、カラオケ行きましたと、おおってちゃんと感動してくれたやん、うん、ラブソングとかもちゃんと歌ったし、はいはいはい。まあ太田くんの場合はヒカルが初めて遊んだ時は、うん、バッティングセンターに行ったんですよ、うん、が太田くんが野球10年間ぐらいやってて、はい、ヒカルは全く野球できひんかったから、うん、たまたまやで。違う違う、いやたまたまやろ、絶対違う。え、マジでたまたまやで。でも行こうって言ったもんだけど、まあ狙ってはいたけどほら狙ってえ、でも違う、本当にたまたまあったよ。バッティングセンターってやっぱ特殊じゃない、やっぱ言い誘いづらいというか、うん、だから、まあ、ラウンド1に行ったんですけど、うん、まあ、その流れでみたいなのありますね。そうそう、そんなバッティングセンター行こうとは言ってないから。でもまあオタくんが得意なことヒカルの前でやったことによってヒカルはおおすごいなってなるやん、やっぱり。どういう人なんかっていうのは分かるやん、やっぱりそこで。そうやね、あ、野球できるんやとかもなるし、運動神経いいなってなるのはやっぱプラスやん。うん、そう、いや、それはすごいいいなって思うな。じゃあ次第2ポイントですね。はい、ボディータッチです。第2ポイント。いやしてないでよ俺ガチで。しました、この人は。俺何もさ、やってないわ。はい、じゃあバッティングセンター行きましょう。はい、この人いきなり、ちょ、教えたるわって言って、ヒカルがこうやってやってるとき、こうやってやったから、はい、これボディタッチじゃないんですか、これは。まあ言うたら、うん、野球やってる人の癖というか、うん、本当に打ってほしいんよ。うん。だからそんないやらしい心は一切なかった。え、まあそうやけど、うん、やっぱ計らずともボディタッチしてるやん。いや、そっちがやっぱドキッとしてるだけで。いやいやいや、こちらとしては教えてる、普通に。でもドキッとしてるかは関係ない、ね、まあこれはやっぱ分かりやすいところやな。まあいいボディタッチじゃん。まあまあそうやな、うん、まあ3つ目、はい、3つ目はあの会話がすごい弾むこと。脈ありかどうか見抜くところかな。あ、やっぱ楽しくなかったりとか興味がなかったら会話って弾まへんやんか。喋ることないなってなったりとか、うんうん、相手がずーっと黙ってたりしたりとか、はい、なんか楽しくなさそうにしてたら、うん、ちょっと脈はないんちゃうかなって思うな、ヒカルは。あー、だからまあ話が弾むかどうかっていう、そうやな、感じやな。うんうん、うん、だからやっぱその気になってる人とテンション合わせれるっていうのはすごいいいと思うな。うんうん、うん、そうやな。で、次4つ目は LINE やな、オタくんとヒカルの場合で言うとな。やっぱ会ってない時間も割とやってた、うんうん、こまめにしてたね。そうそうそう、こまめにしてたし、うん、それも会話と一緒で、うん、その無理やり続けてるわけじゃなくてみたいな。あーね、ほんまに喋ってるかのような会話を LINE でもやってたやん。自然なね。そうそうそう、確かに。だからそれは結構大事なんじゃないかなっていう感じではあるかな。まあ太田くんの場合分かりやすいのはその4つが、ヒカル的には脈ありサイン出してた、太田くんが。なるほどね。え、ヒカルは別に脈ありなかったんですよ、そもそも。わかんない、今聞くとね、まあ、強がってると思うんですけど。あとでもヒカルもボディタッチはありましたね。やったっけ。やったね、かなり触ってきた。そう、でもヒカルは結構無意識にやっ
ちゃう系の人やね。なんか、うん、嫌いな人でも光る多分触ってまいぐらい無意識。まあね、うんうん、まあそれはもうしょうがないですじゃん。そうやな、うん、でですね、はい、まあみんながその分かりやすいところで言うと、うん、やっぱりあの遊ぶまで至らへんことも多いやん。ヒカラは会ってボディタッチとか会話が弾むとか、そういうので今言ったけど、うん、やっぱ LINE での脈ありサインがどういうのかっていうのが多分一番気になるところやね。 LINE が一番最初のスタートっていう人が結構多いと思うんで、まあ、普通そうやな。まあぶっちゃけ絵文字ついてたらもう脈ありです。いやいやいや、そんなことないで。ハートマークがついてたら脈ありなんですよね。いやいやいや、まずこれハートマークとか使う人あんま好きじゃないんやけど。あーね、男子、まあ、だ男子だったな、うんうん、まだ付き合ってない女子にハートマーク使われたらどう思う？ちょっと嫌だやろ。だからハートマーク NG でいこう、とりあえず。そうだよ、ちょっと冗談冗談じゃなかったけどな。で、まず LINE で大事なこと一つ目、会話が終わろうとした時に、うん、あのどういう返信が来るか。あーぬ、そうそうそう、なるほどね。でも今はこのことに喋ってるけど、うん、次このこと喋るみたいな。あーね、変わっていくやん、会話の内容が。わかる。でその一回終わりかけた時、その会話が、うん、終わりかけた時に相手がちゃんとつなげようとしてくれてるかどうか。いやそこよ、確かに。なんか話題やっぱ変わるやん、うん、そうそう。例えばじゃあもう自分がもう返すことなくて、じゃあもうスタンプだけにしましたと、うん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 、例えばね、うんうんうん、そして次じゃあなんか向こうから質問とか話題振ってきたら脈ありってことやん。そうそうそう、そういうこと。それはそうやな、会話終わりそう、どうしようどうしようってみんな思ってて、うん、でもその時にお互いが次の会話をつなげようと思ったら永遠つなぐわけよ。あーまあね、そう、いろんな会話があるわけやから、うんうんうん、全然次のなんかつながりとかでさ、いろんな話できるわけ。できるけど、どっちかがもうこいつと LINE せんでええわって思ってたら、片方だけがめっちゃ頑張ったりとかつながらんかったりとかして、そこでちょっと微妙な空気になるわけよ。あーね、次何送ろうみたいな。確かに確かに、そういうのがあったらちょっとなんか脈なしかなって思うな、ヒカルは。俺も思いますはーい、すぐ乗っかる男いやマジで。はい、で次2つ目です。相手の予定を気にするかどうか。脈ありやったら、うん、明日何してるとか、うん、今何してんのとか、うん、そういう会話になるはずやね。なるほど、聞かれるってことね。そう、聞かれたり聞いたりとか。ヒカルらも実際、うん、あの会ってない時、明日何すんのとか、うん、今何してんのとか聞いてたやん、付き合う前でも。あー確かに。だからそういう会話があると、うん、割と脈ありかなって思う、ヒカルは。あー確かにな。ただそれで注意してほしいのは、うん、ガチで暇人、男子特にチャラい系の男子とか、うん、誰にでも暇とか、うん、そういうの送ってるやつおるから。あー全然いるでしょ。そう、そういう人はちょっと注意、うん、注意、うん、まあそれ勘違い生みやすいから。確かに。はいはい、次3つ目です。 LINE、 3つ目です。 LINE の脈あり、恋愛系の話が多い。あーそれはいやらしいね。と自分たち2人以外の共通のなんか他の人の話を持ってきて相手をなんか褒めたりとか、はいはいはい、そういうことがあったら割と脈ありかなと思います。はいまあ恋愛系の話っていうのは、うん、どういう芸能人がタイプなんとか、好きなタイプのどうなんだ、そう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 、確かに、うん、それはもう脈ありでしかなくない。まあでもちょっと関係ないなって思うところでもちょっとアピールして。ああ隠されてるやん。あそう、隠されてんねん。筆箱はケース派とか。それはちょっと隠されてないかもしれんけど。はい入りまーす何やろうな。まあ具体的に言うと、A子ちゃんは学校でいつもポニーテールをしてますと。ポニーテールそうそう、 A 子ちゃんいつもポニーテールしてる。はい、 B 男と A 子ちゃんが LINE でなんかどういう人がタイプなみたいな話してる時に、うん、なポニーテールしてる子って可愛いよなとかさりげなく言ってきたりすんねん。じゃあ別にその A 子ちゃんのことを言ってるわけではないけど、あれいつも私ポニーテールしてるなってことはみたいなことやな、やっぱり。それはね使いますね。使うやろ。使います、それは使います。そういうさりげないその差し込みっていうの、本当に隙間に入ってくる。そうそうそう。でもそれは直接やってるわけじゃないから、うん、A 子ちゃんの勘違いかなって思うギリギリのところ。あのそう勘違いさせたらもう勝ちです。そうそうそう、 そうけどそれをヒカルはもうズバズバ差し込む
けど相手が勘違いしてるんかな俺みたいなところのギリギリを攻めるのをずーっとやってたから、駆け引きの究極のハイレベルゾーンに入ってるから。これああね、そうそう、まあまあまあいいんじゃないですか。でもうこれはなんか相手を褒めるっていうところにも入ってくる内容ではあるから、うん、なるほどね、確かにそれは結構あの口頭テクニックとして使ってるな、脈ありとして受け取ってもいいんじゃないかなとヒカルは思います。はい、じゃあ俺からいきますね。はい、俺今ポンってきました。もう髪が舞い上がってきました。はい、何ですか。はい、これはまあ学生の時あるあるというか、うん、夜中夜中にいきなりさ、ヘキサゴン、夜中 LINE してますと、うんうん、それがもうポン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 の勢いで会話が続く、はいはいはい、ミヤクちゃんです。あーね、わかる、そのあれだ、わかるわかる、あのラッシュ、うん、LINE ラッシュって呼んでんだけど俺の中で LINE ラッシュがたびたび毎日とかたびたびとか入ってくる、うん、それは脈ありにしかないから、うん、もうだから脈ありか本当にもう仲がいい友達かみたいなね、どっちかや、うん、確かに確かに、うん、まあこれはまあ確かにあるあるかもしれんな。おー、うん、はい、来ました。何ですか。いきます。はい、例えばじゃあ俺がやったら女の子の名前、うんうん、はいはい、のスタンプを買っちゃってるそれはちょっとやりすぎあのもうネタ切れっていう状態もうこれがそうです、最後のもう落ちた。これはちょっとやりすぎよ。もう4ヶ月目いやまあまあでもね、夜中の連続ラインは結構いいと思う。ああそれは良かった。まああとはなんか光の使うテクニックとして LINE してるけど、うん、実際に遊ぶ予定を立てるまではいきません、うん、これどうやって遊びに行こうっていう、直接誘うのも恥ずかしい、はい、けど行きたいっていう時の方法一つ、うんうん、相手が好きな食べ物を、まあ、会話の中かどっかでもうさりげなく引き出す。ああね、うん、そんで相手が好きな食べ物のお店をこっちが調べる、流行ってるところとか、うん、有名なところとか、うん、美味しそうなところとか、うん、バズってるところとかもう何でもいいかな、調べる、うん、で LINE の中でさりげなく、うん、ここのお店めっちゃ行きたいねんなか、うん、ここのお店友達が行っててみたいな会話を、そのお店を差し込むと、うん、なんじゃ相手も好きな食べ物っていうことであって、向こうが、うん、この食べ物めっちゃ好きみたいな食いついてくると、うんうんうん、でそこで何日に行こうと思ってんねんけど一緒に行かうみたいな、うん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 、というのがまあ光のパッケージではありますね。あーね、なんか光の経験として、うん、あんまり最初に計画立ってないのに、うん、とりあえず遊びに行こうっていうことをあんまりしひん方がいいかなって光は思う。あー確かに、確かに、ここに行くから予定立てようとか、うんうんうん、そうそうそう、なんかその先に何するかを決めとかないと、うん、何する、どこ行くみたいな、そういうなんかごたごたでなんか行く気失せたりするから。あー確かに、先にも決めとった方がいい。そうそうそう、そういうのがやっぱりおすすめですね。あとはもう学校での脈ありかどうかみたいな。あ、学校編ね、うん、なるほど、学校で脈あり、はい、ありますね。教室でめっちゃ定期的に目が合う、うん、あーね、まあまあまあ、それはもうあれよ、定番1位。じゃあ定番2、はい、好きな人の席の近くに座りたがる。あの休み時間とかたまるやん、うん、分かる分かる、そのたまる1を好きな人の椅子とか、うん、机とかそこの近くでたまる。ちょっともうポンポン式でいこっか。待って、それはむずいやろ。いやいや、学校の脈ありあるある。せーの、うん、おい今のあかんやろ、絶対自分やん今。じゃあ行くよ。じゃあ言ってやつも、ごめんごめん、あーもういいよいいよ、どんどん行こう、はい、そう続くよね、はい、はい、タンタン、すごくよく目が合う。筆箱の匂いを嗅ぐ。ストーップ。ごめんごめん、マジでごめん。今本当に本当にごめん。アウトやね。違う、もう一回出して。ちょっと今本当に何も考えてなかった。はい、じゃあいいよ次。あの清掃の時に一緒にこうめっちゃ掃除したがる。うん。忘れ物とかをよく借りに行く。テスト問題をちょっとこれどうやってやるのみたいなめっちゃ聞きに行く。授業中にちっちゃい紙を投げて、あの文通みたいにやる。交換ノートみたいなのを一緒に始める。おい止めんなって。交換ノート、まあ、まあ、やるけど。やるだろ、まあ、やる。俺間違ったことは言ってないよ。まあまあ、うん、じゃあごめん、止めちゃった。ちょっと続きいくよ、これ光から。
男女のグループで夜の公園に集まる。あの背の順でできるだけちょっと同じぐらいの列になりたいから、ちょっと背伸びする。席で前後になった時に髪を渡す時にちょっと意地悪する。あの学芸会で、あの裏、もうすぐ出番だけど裏にいて真っ暗の中でちょっとなんかあのアピールする。女の子の髪の毛をやったら触りたがる。あの女の子のちょっとあの悲鳴を聞きたくて、あの女子と男子あの着替える時にカーテンがあるじゃないですか、あれをちょっとドア開けてわーみたいに鳴らせる。鳴らせないよ、鳴らせないよ。それすぐのぞき、のぞきを。え、今なんかおかしい。今の長々言ったけど、今の短くキュッてやるか。女子が着替えてるところの扉をドンって開ける。それないよ今の。なぜなんだよ。だからちょっと微妙だったけど、考えたらめっちゃあるわ。ぶっちゃけな、うんうん、ちょっとこれ面白いわ。ちょっと韓国ドラマの18っていうやつをちょっとみんな見てもらって。なんやそれ。 JK は JK の恋愛の微妙な感じがすごい詰まってるから、そっち見た方が早い、こんなんより。ああそういうこと、うん、見たいね俺も。うん、見て見て。はい、ということで、まあ今日はですね、はい、まあ脈張りについて、脈張りメッセについて、うん、まあ話していったっていう感じです。はい、まあこれはね、結構やっぱ学生の時はめちゃめちゃやっぱ気になってた部分やから、そうやな。まあ僕たち先輩としてちょっとね、ちょっと、うん、まあ今回若めやったから、ちょっともうちょっと上の世代に向けたね、あるあるまで。いや俺らついていけるか。まだ若いと思うで俺ら。まあまあ確かに経験は浅いんですけど。そうやな。まあちょっと大人向けもね、ちょっと想像しながらやっていこうかな。妄想でいきたいと思います。はい、ということで皆さん今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。まあ今回脈ありサインについてやったんですけど、ライン術をまとめてほしいみたいなのも多いから、あ、ね、まあちょっとね、そういうこともねやっていけたらいいなと思います。はい、あと俺はカカオトーク版でもちょっとそういうの出していこうかな。カカオトーク。え、カカオトークって知ってる人いますか。以上です。はい、ということで皆さんぜひ、あの少しでもためになったなと思ってくれた方、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。ということで以上、オタとヒカルでした。バイバーイ。